大分市のジュピターアミュプラザ大分店。さまざまな輸入食品を取り扱うこちらの店では一風変わったお菓子が並んでいます。こちらのポテトチップスが人気商品となっております。コロナ禍でも海外旅行気分が味わえると人気の輸入菓子。こちらは原産国がアラブ首長国連邦のポテトチップス。黒トリュフやヒマラヤソルトなど珍しい味が並んでいて、プチ贅沢感が味わえます。おやつとはしてももちろんですけど、おつまみにもぴったりだと思います。そして子供から大人気のお菓子がこちら。スティックタイプのクラッカーにチョコレートをディップして味わうカナダの商品です。また店ではお菓子だけでなく、一風変わった輸入飲料もコロナ禍で注目が高まっています。海外気分を味わうっていうのもあると思いますので、よく買われるお客様が多いですね。お家でゆっくりと過ごしていただきたいですね。ヴィレッジヴァンガードパークプレイス大分店にやってきました。こちらでは SNS で今話題のお菓子がずらりと並んでいます。雑貨やコスメ、食品など様々な商品が並ぶ中、注目のお菓子が。おすすめの商品を聞いてもいいですか？こちらの韓国玉ゼリーです。丸いシルエットの韓国ゼリー。爪楊枝で表面を刺すとプルンとゼリーが出てきます。若者に人気の YouTuber が紹介したことから注目を集めているそうです。一番人気のいちごグミです。これはもう SNS で見ない日はないぐらいバズってますよね、はい、入荷後1時間も経たないうちに売り切れてしまうという大人気の商品。インパクトのあるカラフルな見た目が SNS 映えすると話題を呼んでいます。そしてこちらは大容量のお菓子のシリーズ。おうち時間が増え、家族や友人とシェアできるこのサイズは今まで以上に売れ行きが好調だといいます。トレンドに敏感な若い方たちや、こういった商品に触れたことのない方々に一度は味わってほしいなと思っております。一方、写真映えする可愛らしいお菓子が親子で作れる教室も人気を集めています。今回は大分市で洋菓子教室を開く阿部雅子さんに教えてもらいます。今日は、ご自宅で簡単に作れちゃうしまう、ラムネを作っていきたいと思います。用意する材料は粉砂糖、コーンスターチ、クエン酸、重曹、かき氷シロップです。まずはボウルに粉砂糖とコーンスターチ、クエン酸を入れよく混ぜます。そこにかき氷シロップを入れ、ダマを潰しながらさらによく混ぜ、重曹を加えます。そしてスプーンを使って押し固めます。一旦 丸同士を合わせてギュッとして、ちょっと足して上から足す、もう一回押す。外すときにまだ固まってないので、はい、脆いので、はい、そこをちょっと真上に上げていただいて、そうですね、おー、できました。形を作り、半日から1日室温で乾燥させたら完成です。見た目も可愛らしいですし、はい、何より私作る時間がすごく楽しかったんですよ。本当ですか？良かったです。なので親子で、そうですね、はい、作る時間も楽しんでほしい、楽しんでいただきたいですね。